ロバート・チェンバースロバート・チェンバースは、スコットランドの出版業者であり、エディンバラ王立協会とロンドン地質学会に所属していた地質学者であり、法学博士、進化論の考察者であり、兄でビジネスパートナーであったウィリアム・チェンバースと共に、W&R ・ R、チェンバース出版社の創業者であり、雑誌編集者であり、作家でもある。19世紀半ばにおいて、 科学と政治の世界で非常に影響力があった存在である。初期の骨葬学者で匿名で出版した進化論に影響を与えたことで知られる創造の自然史の痕跡は彼の死後まで著者が誰か物議を醸した。19世紀へ変わったばかりの頃、ロバートはアュウィリアムと共にスコティッシュボーダーズの片田舎のピーブルズに生まれた。父、ジェームス・チェンバースは 面の製造業者として、生計を立て、家は、ジェームスの父が、ジェームスの結婚祝いに建てたスレート屋根の家で、一階は、家族の作業場となっていた。この町には、移動図書館が巡回しており、彼に文学への興味を与えた。父は時折、本を購入し、家の書庫に収めていた。その中に、ブリタニカ百科実典第4パンのセットを見つけ、 熱心に何年もかけて屋根裏部屋で読み漁った。彼は死の間際にこう綴っている人間の英知のようなコレクションの存在に感謝を、それによって私の仕事机はとても満たされ広げられた。ウィリアムはロバートについて思い返し、知識の獲得は彼のこの世で最高の楽しみであった。と書き残している。彼は田舎の学校に通うことになった。 その学校教育は平凡であったが、彼は、再と情熱を発揮した。学校は、読み書きしか教えてなかったが、追加料金で算術を教わった。グラマースクールでは、ラテン語と古代ギリシア語、そして多くの英作文を教わった。少年たちは互いをいじめ、教師は体罰を行った。学校は平和ではなかったので、彼は、書店で勉強することになった。ロバートとウィリアムは、 両手両足が多少であった。両親は仕事を通じて直そうと試みウィリアムは成功し、ロバートの左手は不完全な状態で保持することとなった。それによって子供たちは外野で暴れ、ロバートは屋内で本を研究することとなった。父が突然の児童食器の登場によって破産したため、エディンバラに引っ越し、兄は書店の弟子となり、学校に通い、ロバートは リースウォークで本の立ち売りで稼いでいた。彼の売っていた本は父の蔵書であった。初年の売り上げは12ポンドとなり、ささやかな成功を収めた。ロバートはビジネスを考えている間、彼の兄ウィリアムは家庭で印刷できる印刷機を購入し、広告を発行するだけでなく、独自の仕事形態によって事業を拡大した。その後すぐ、ロバートが記事を書き、 ウィリアムが印刷する形で力を合わせることになった。彼らの合弁会社は最初の仕事でザカレードスコープオアイディンバラリテラリーアミューズメントという雑誌シリーズを3ペンスで販売した。この雑誌は1821年10月6日から1822年1月12日の間、各週発行された。1832年の初頭、ウィリアムは チャンバーズ・エスエディンバラ・ジャーナルと題した週刊誌を開始し迅速に大規模な利益をもたらした。ロバートは最初だけ貢献するに止めていたが、14巻が発刊された後は共同編集者となった。この週刊誌は成功し、彼の共同作業は何よりも貢献した。二人の兄弟は最終的には W&R ・ R、チェンバース出版を立ち上げ、パートナーとして結束した。 ロバートが著作、もしくは一部を手掛けた本として、The Biographical Dictionary of Eminent Scotsman, The Cyclope Gear of English Literature, The Life and Works of, ロバート・バーンズ Ancient Sea Margins, The Domestic anders of Scotland, The Book of Days などが挙げられる。Chambers 百科事典は、アンドリュー・ファインドレーター博士との共同で編集し、兄弟の監督式のもとに作られた。 1871年3月17日、セントアンドルーズでロバート・チェンバースは亡くなった。彼の意志によってストリート・レグルスの古い教会に埋葬された。兄・ウィリアムは兄弟ともに記憶に残るよう兄弟のステンドグラスをセント・ジャイルズ大聖堂に収めた。ロバートが亡くなった翌年、ウィリアムはロバート・チェンバースの記憶、そしてウィリアム・チェンバースの自伝的回想を出版した。 ウィリアムは、創造の自然史の痕跡の著者であることは明かさなかった。それからウィリアムが亡くなった、翌年の1884年の痕跡12版、アレクサンダー・アイルランドは、最後の著者リストに、ロバート・チェンバースを記載し公表した。アイルランドは、著者の名前を、しばらく隠蔽する理由があると感じていた。創造の自然史の痕跡は、神に配慮した内容だったが、 保守的な教会と創造論者たちの批判と憎悪の標的となっていたためと思われる。ありがとうございます。